まあ、改めてその30周年という、まあ、一つの節目を迎えようとしている、まあ、このクラブについてどういった思いがおありでしょうか。選手としてそして指導者として本当に幸せなあの時間を過ごさせてもらいました。オラが町のクラブに、実業団リーグの松田を母体に誕生したサンフレッチェ広島。今日の皆様方の絶大なるご支援。森保さん、この時23歳。プロサッカー選手としてサッカーで、ご飯を食べて生活をできるという、もう本当に喜びと幸せの中、時間を過ごして、過ごせたっていうことは本当に思われます。お当時のこう思い出深い、印象深いエピソードとか出来事って終わりだったりします？給料がスタートの時点でも少し上がったので、大好きな焼肉をその当時たくさん食べに行ったのを覚えてますね。いやー、一つだけって言われると本当難しいですね。もうたくさんの思い出があるので。森保さんが語ったのは1994年ファーストシーズンの優勝。いろんなこう広島の皆さんが、サッカーで盛り上がってくれているっていう喜びをすごく感じたあの時でした。広島市民、県民の皆さんに、笑顔になってもらえる、喜んでもらえる、結果が出せたっていう思いがその時はすごく出てきたというのを覚えてます。クラブ創立30年という記念すべきシーズン、明日いよいよ開幕します。その先には新スタジアムの完成も控えています。新スタジアムで、年間シートを買って、はい、見てきます。